里見光平は日本の兵庫県赤市出身の元アメリカンフットボール選手で現在は日本競輪選手会千葉支部所属の競輪選手。兵庫県立赤市南高等学校時代は野球部に所属し立命館大学に入学してからアメリカンフットボールを始めた。立命館大学パンサーズに所属しチームの主力として活躍1998年には 甲子園ボールで優勝を経験。大学卒業後、1999年、アメリカのメンローカレッジに留学、またこの年開催された、アメリカンフットボールワールドカップの日本代表にも選出された。2000年には、NFL ヨーロッパのアムステルダムアドミラルズと契約、また同年、X リーグのオービックシーガルズに入団した。ポジションは、ディフェンスバック。 身長1 7 7トル、体重8 6ラム。2001年には NFL ヨーロッパのスコティッシュクレーモアーズ。2002年、2003年にはアリーナフットボールリーグのニブハイアイランダーズ。2004年にはアムステルダムアドミラルズ。2005年にはケルンセンチュリオンズ。2006年にはアリーナフットボールリーグ2部のエベレットホークスでプレーした。2007年には シーガルズの選手権ストレングスコーチ、東京大学ウォリアーズのアシスタントコーチも務めた。2007年にはカリフォルニア州フレズノでプレーし、この年を最後にフットボールを引退した。その後、高校の野球部の後輩にあたると武士ヤスが競輪選手になった影響を受け、2009年7月に日本競輪学校第99改正入学試験に合格し、 同年11月25日に入学。2010年10月15日、同校を卒業。在校競争成績は83戦22勝で、第11位。同年11月1日付で、競輪選手登録された。師匠は、宮倉勇。2011年1月1日、平塚競輪場でデビューし、初出走、初勝利を挙げた。 最強の男は誰だ壮絶筋肉バトル、スポーツマンナンバーワン決定戦に2004年、2009年の2回出場している。ありがとうございます。